ちは、中本もなみです。今回は H&M と GU で夏服買ってみたということで、今回はですね、白縛りの夏服を買ってきました。ね、GU と H&M 可愛いのがあったので、ちょっとアイテムを何着か買ってきたので、そちらをぜひ見ていただければなと思います。それでは紹介していきます。ということで、早速買ってきたものを紹介したいと思います。今回はですね、白色がすごい可愛いなと思って、GU も H&M もね、カラーパンツとかも可愛いのがあったんですけど、ちょっとどうせならちょっと白系でいこうかなと思い、白を買ってきました。じゃじゃん、まず一つ目いきたいと思います。まず H&M の方からですね。じゃじゃん、こちらワンピースなんですけど、最後に着画が出るんですけども、本当に形が可愛いなと思ったの。これふんわりしててね、半袖ではないんだけど、七分丈ぐらいの丈感になってます。値段がですね、こちら2999円、大一目惚れしてもう即決して買ってきました。やっぱワンピースってもうそれだけで決まるっていうのがあるので、この白色のワンピースは夏にぴったりなんじゃないかなと思ってます。ただちょっと生地が分厚いから、まあ今ぐらいの時期にちょうどいいんかなって思います。で、着てみた感じはこれ M サイズを買ったんですけど、若干深いというか、若干本当に大きめかなっていう感じです。今回試着せずに買ったんですけど、意外と良かったです。たくさん着ていきたいと思います。次はですね、じゃじゃん、こちらも H&M の商品となっています。なんかね、こうやって着る用なんかなって感じに思ったんですけど、私サイズを S サイズ買ったんですけど、それでもちょっと大きかったんで、もしかしたら XS でも良かったかなって思ったんですけど、こうやってちょっとオフショルっぽく着たら可愛いなと思って、ちょっとオフショルっぽく着てみたりとかもありじゃないかなと思います。で、ここの丈感も意外と長かったので、ちょっと上げて着てもいいし、下ろしで着てもいいし、なんかいろいろ使いこなせそうだなって思います。インナーとかなんかちょっと違ったやつ着ても可愛いなとか思い買ってみました。さっきは白っぽかったんですけど、今回ちょっとベージュっぽい白っていう感じかな。可愛い。これいろいろね、着回せそうなやつを買っています。こちらが2499円です。で、 H&M はこの2着だけ買いました。で、次 GU に行きたいと思います。じゃじゃん、白のちょっと透け感のあるボレロっぽい感じかな。やっぱりね、こういうなんかちょっと透け感のある白、こういうのがね、夏ね、とっても助かるんですよね。もう大活躍するんですよ、こういう一番シンプルなやつが。これ何にでも合わせれるなと思って、ジーンズにも合うし、黒のパンツにも合うし、スカートにも合わせやすい、そんな一枚ですね。ね、1990円、本当にね、GU はもう安くて助かります。はい、次行きまーす。こちらですね。こちらがですね、こうちょっとパンツっぽい、デザインのあるパンツって感じですかね。これも白を買いました。今回はロングの丈のものは一切買ってなくて、ちょっと夏らしいものを購入したんですけど、このね、パンツがすごい好みで、何が好みかってサイズ感が好き。GU のパンツってちょっと S でも大きすぎたりとかするのね。今回のこのパンツに関しては、すごいミニ丈で、ウエストもキュッてなってるので、ウエストマークがしっかりと出るので、スタイルがよく見えるんじゃないかなと思います。で、お値段も1990円で安いし、とてもいいなと思い買いました。でですね、お次がスカート。こちらはスカートを買ったんですけど、こちらのスカートは1990円、こちらも1990円、安いね。やっぱりこのスカートはちょっと若干丈感が S サイズでも長かったんですけど、ここ折ってきても可愛いなと思って、私はね、折って着用しました。で、ウエストも若干緩いので、まあゆったり着たかったり腰で履くのも可愛いんかなっていう風に思ってます。ちょっとね、焦ってる色なんですけど、なんといっても白に映える色なんですよね、この色が。とっても可愛いので、これも夏大活躍するだろうと思い購入しました。で、お次が最後なんですけど、サンダルですね。やっぱさ、このタイプのサンダル私大好きで、こちらね、お値段がですね、2490円。靴でやっぱ3000円未満って本当に安いと思うの。
シンプルで今回は白で選びました。ただ白は意外と汚れやすいのでちょっとお手入れが必要な靴にはなるんですけども、やっぱ足元から涼しげなスタイルでいこうかなと思い、レースの靴下とかあーでも可愛いなと思いました。こんな感じで靴も購入しました。はい、こんな感じで買ったのは意外と少ない量だったかなっていう感じで、値段は全部で12,000円ぐらいだったかな、合わせてだったと思うんですけど、やっぱりそれでこんなにたくさん買えて参考で今回は組んでみたりとかもしたので、まあ着回しも含め今回は買ってみました。この後に映像が流れると思いますので、ぜひそちらをご覧ください。それではどうぞ。